世界アジア東、アジア日本南西諸島大東諸島北大東島、北大東島は大東諸島に属する島で沖縄本島の東約3 6 0トルに位置する。南大東島の北方1 2トルにある。面積11.93平方キロメートル周囲1 8 3トル標高7 4ルの島で気候は日本で唯一となる。 熱帯モンスーン気候に属している。海岸線は断崖絶壁になっている。南大東島と同じく珊瑚礁が隆起してできた隆起干渉の島で、現地では外部の環状地を巻く高台部分を幕上、中央の低地部分をバッカと呼んでいる。1936年に北大東島中央部でボーリングが行われ地下431メートルまで、 掘り下げられたが、ボーリングコアの結果、深さ431メートルまで全て石灰岩であることが確認されている。他では見ることができない固有種などが多く分布、生息しているが、環境省のレッドリストに登録されているものもいくつかある。島の外周部で暴風林を形成している森林は蝶膜と呼ばれ、蝶膜がけ壁及び、 海水の特殊植物群落として、国の天然記念物にもなっている。植生は、風昇地には、大東和団が始まる群衆などが、脚部には、自然林である微老大東西子木群衆である。これらの林には、南北大東等の固有変種である大東和団や、大東西子木、他に母島及び、海南島にしか分布しない、ヒメタニワタリがある。また、 小膜以外の場所には、長場朝顔が分布するが、隣の南大東島には、類似した環境があるにもかかわらず分布せず、北大東島の固有種とされる。一方で、南大東島では、膜防風林にて、比較的よく見られる大東ロ楼は、北大東島では、決して多いとは言えず、島の中央部にて、比較的まとまって生えている場所は、 村指定の天然記念物となっている。この天然記念物の林と蝶膜を除けば、北大東島で見られる林は、他の底平な島々でよく見られるギンネムや島グワを、主とした林草である。動物では、大東姫春ゼミが環境省レッドリストや沖縄県、レッドデータブックに記載されている。南北大東島とも危機的状況にあるが、 とりわけ、北大東島産の状況は、風前の灯下と言われる。この原因として、農薬散布により、生息地が極限された上に、主生息地における、開発行為がはだしくなされたことが挙げられている。戦前は、南大東島と、同様、玉城商会東洋政党大日本政党が、島全体を所有する、社有島であった。ただし、北大東島では、 製糖業も営んではいたものの林工業が主であり、農業を目的とした移住の他に、本土、沖縄、台湾などから多数の鉱山労働者が出稼ぎに来ていたが、農業移住者とは異なり平山後は島を離れた。当時の彼らの生活は、公衆浴場跡などに、わずかな痕跡を止めるのみである。林行採掘は、 戦後も、米軍の管理下によって細々と行われたが、米国式の機械掘りとなったことから、採掘量は増大したが、品質の低下を招き、採掘可能な交渉も尽きたことから1950年代に終了した。前島が、沖縄県島尻郡北大東村に属する。なお、道村には、北大東島から約160キロメートル南方の、 無人島、沖の大島島も属しており、一島一村ではない点が隣接する、南大島村との相違点である。ありがとうございます。